ランチパスポートっていうのは本か何かになってる。本なんですよ。で本を買ってそれを持っていくと、今日持ってきてないんですけど、はい、このくらいの本で、はい、埼玉市のは赤い表紙なんですけど、はい、あ、そうなんですか、うん、はいはい、お得ですね。1000いくらの場合は540円とかね。お店によってはね、750円だったり800円だったり、はい、1000円超えてるお店もあったり、はい、お店によって出してるメニューが違うんですけど、はいはい、それは本当お得でいいですよね。ね、そう、行けるエリアにそのお店が集中してたら、はい、言葉に超お得ですよ。で本屋さんに売ってる、その本の本屋さんとかコンビニに売ってます。あ、コンビニで売ってる。でその本買っとくと、買ってチケットみたいな、お店に持っていくと、あ、ランチパスポートですねとかって反抗してくれるんですよ、行ったお店。あ、そうなんですか。3回ぐらいまでしか使えないのかな、そのお店ごとに、はい、はいはいはい、だから、はい、それ行ってみたいなと思いました、今の放送の、ね、告知で。で、なんか知らないお店とかも載ってると、はいはい、ランチパスポートに載ってるから行ってみようかなみたいな気分にもなるし、はい、そしたらなんか新しいメニューとの出会いもあるし、はいはい、普段大体行くお店って決まってるじゃないですか。本当決まってますもんね。ねえ、はい、その、あの、沢さんが言われた、うん、あの、何ですか、ビーフチューのお店、これはちょっと行ってみたいなと思って、ね、はい、今聞いてます。埼玉市役所に、うん、市役所で言うとちょっと歩いてね、行けば、うちからも、はい、はい、そうですか。そうなんですよ。でもそういうふうに見たら人気で、並んでとかっていうふうな部分でしょ、多分。あ、入れないとか。先生、比較的12時には行かないですよね。だいたいですね、12時ぐらいですね、お昼は。1時ぐらいですか。ずれる時もあるし。あ、ずれる時もありますね。ずれる時の方が利用しやすいかも。あ、そうですか、うん、1時近いとか。うん、あ、はいはい。この前、石野薬局の隣の隣の、はい、その鳥の市さん、鳥の市さん、はい、行った時も1時過ぎたら、はい、もう結構空いてるじゃないですか、はいはい、で、ランチパスポートのお客さんが次々と来る感じで。あ、その空いてる時間に。そう、あ、はいはいはい、だいたい1時過ぎたらランチパスポートのお客さんなんですってお店の方がおっしゃってました。あ、やっぱり空いてる時にね、うん、はいはい、気遣うんですかね、やっぱり540円なんで混んでる時に行ったら悪いような気がするのかしらけど、はいはいはい、あ、そうですか。あ、じゃあとりあえず行ってみようかな。で1冊1000円なんだけど、はい、何回も行けば行くほどお得になる感じ。あ、はいはい、そうですよね、うん、2回どっか行けばもうあれですよね。そうですね、2、3回で元は取れる。元は取れちゃうで、3ヶ月使えるんで。あ、そうですか。あ、買ってから、買ってから、あ、買ってからっていうか、はい、その発売日から3ヶ月なんで、はい、多分今買ったら789、9月ぐらいまで使えるのが、はいはい、発売されてるんじゃないかな。あ、そうですか、へえ、ぜひぜひあれですね、行ってみたいですね。ちょっとコンビニであるかどうか探してみてください、はいはい、じゃああそこのローソンで売ってますかね、埼玉会館の隣。売ってるかもしれないです。あ、はいはい、うん、じゃあこ の, あの放送終わってからちょっと寄ってちょっと見てみます。ランチパスポート売ってますかって聞いてください聞いてみます